お元気ですか、ボクシミでございます。今回はエポック2024中日ドラゴンズプレミアエディションベースボールカードでございます。こちらは1パックカード6枚入り、1ボックス5パック入りでございます。それでは早速開封していきたいと思います。それでは早速5袋やっていきたいと思います。まずは1袋目でございます。草加翔、投手でございます。ゆうく、内野手でございます。のキラでございます。福永ひろき、内野手でございます。梅野優吾、投手でございます。中島ひろゆき、内野手でございます。大野雄大、投手でございます。2袋目でございます。涌井秀明、投手でございます。勝野明義、投手でございます。日渡り陶器、保守でございます。のこちらね、キラ、これね、白サインカードでございます。ちょっとねこちらがね、150シリでございます。はい、続けていきたいと思います。浅尾拓也、投手でございます。ライデル・マルチネス、投手でございます。で中田翔、内野手でございます。3袋目でございます。細川誠也、外野手でございます。中島秀幸、内野手でございます。梅野優吾、投手でございます。福永ひろき、内野手でございます。でこちらですね、背番号20、これは こちらですね、直筆サインカードでございますが、はい、これは涌井投手のね直筆サインカードでございます。ちなみにね、去年もね、涌井投手だったような気がいたします。なんとね、涌井投手ですね。ちなみにね、あの楽天時代のね直筆サインカードもね、ちなみに持ってます。こちらがですね、64シリでございます。はい、続けていきたいと思います。井上和樹、外野手でございます。4袋目でございます。リューク、内野手でございます。川上 D、 内野手でございます。の、こちらね、これは白サインでしょうかね。ちょっとね、右白っていいのかね、ちょっと分かりませんが、こちらがね、75シリでございます。高橋宏斗、
投手でございます。上林誠二外野手でございます。福田幸之助投手でございます。大島洋平外野手でございます。最後の5袋目でございます。木下拓也捕手でございます。石川昂弥内野手でございます。高橋宏斗投手のこちらもね、これは白サインでございます。こちらがね、125C でございます。高橋宏斗投手のね白サインでございます。小田豪輝外野手でございます。でマスコットの、ドアラくんでございます。で最後は清水達也投手でございます。はい、以上で、エポック2024中日ドラゴンズプレミアエディションベースボールカード開封動画終わりたいと思います。で明日もやります。明日はですね、明日はですね前に1回やった、ベースボールカードのファーストバージョンね、こちらですねをね、やりたいと思います。はい、こちらですね、こちらをね、やっていきたいと思います。BBM2024 ベースボールカードファーストバージョン開封動画、2回目でございます。こちらもね、前編後編に分けてやっていきたいと思います。で最後はですねこの涌井投手の直筆サインカードを見せお別れとなります。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。